ホルヘアビエル・ロペス・ラモスは、プエルトリコの海英出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のボルチモア・オリオールズ所属。2011年の MLB ドラフト2巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・ブルワーズで、プロデビューし、4試合に先発登板して、防御率2.25、10奪三振を記録した。 2012年は、ルーキー級アリゾナリーグブルアーズとルーキー級ドミニカンサマーリーグブルアーズでプレーし、2球団合計で12試合に登板して1勝4敗にセーブ、防御率5.06、46奪三振を記録した。2013年は、A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズでプレーし、25試合に登板して7勝8敗にセーブ、防御率5.23。 92奪三振を記録した。2014年は A 久ブレバードカウンティーマナティーズでプレーし25試合に先発登板して10勝10敗防御率4.58119奪三振を記録した。7月にはオールスターフューチャーズゲームに世界選抜として選出された。2015年マイナーでは A 久ビロックシシャッカーズでプレーし24試合に 先発登板して12勝5敗、防御率2.26、137奪三振を記録した。9月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、29日のサンディエゴパドレス戦にて先発でメジャーデビュー。2016年はメジャー登板はなかった。マイナーでは A 級微クシとトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスでプレイし、 2球団合計で25試合に登板して3勝11敗、防御率5.78、113奪三振を記録した。2017年開幕前の2月8日に第4回、WBC のプエルトリコ代表に選出された。シーズンでは2年ぶりにメジャー復帰したが、1試合のみの登板に終わった。2018年7月27日に、 マイク・ムスタカスとのトレードで、ブレッド・フィリップスと共にカンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。9月8日のミネソタツインズ戦では8回まで、完全試合ペースの回答を演じた。この年は2球団合計で17試合に登板して2勝5敗、防御率5.03、38奪三振を記録した。2020年8月7日に、ディフェとなった。2020年8月9日に、 ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍した。ありがとうございます。